はい、お疲れ様です。猫好きです。今日はですね、コンビニで、こちらの豚ラーメンというやつを買ってきました。豚ラーメン富田監修ということで、わしわし麺に何ですかね、野菜増し、油ニンニク玉ということで、まあ不思議なラーメンですね。こちらを買ってきましたので食べてみようと思います。まあ大体ね、まあ私の住んでる地域は九州地方なんで、まあ豚骨ラーメンが主流なんですけど、まあ、こういったのはまあおそらく東京とかでね、よく展開している二郎系に近いんじゃないかなと思います。まあ実際ね食べてみて、九州人の、豚骨愛が、このね豚ラーメンとどう交わるのかっていうのでやっていきたいと思います。はい、というわけで、じゃあまあ早速ねいただきたいと思います。二郎系は本当お店にも行ったことないので、当然九州にはないですから、もう本当こういったラーメンは初めて食べますね。ちょっと結構麺がもううどんみたいに大きくて、ちょっとラーメンという感じではないですけどね。まあでも匂いはもう本当にニンニクが効いた醤油ラーメンみたいな感じでですね。でもやしがいっぱい入ってます。じゃあちょっといただきます。すごいですねこれ。あー非常にニンニクがすごく効いてますね。で、いや、美味しいですよ。まあ、その二郎って、自分、詳しくは知らないですけど、まあ、こう、増し増しとかね、野菜を増しで、何ですか、辛めだとか、まあ、そういったマシマシとかがあったりとかして、すっごいたっぷり野菜が乗ってるんですよね。そしてもうでっかい、まあこのチャーシューも大きいですけど、こんな大きいチャーシューが何枚もね入った感じで、本当まあ、コンビニの二郎と言っても過言ではないですけどね。
味しいですね。ちょっとスープをちょっといただきますけど、もうニンニク醤油みたいな感じですね。もっといっぱい野菜が入ってたらね、まあもっと美味しいんでしょうけど、まあコンビニベースだとどうしてもこれぐらいが限界でしょうね。まあこれも税込み600円ぐらいしてますからね。もうほとんどなかなかそのもう外食するお値段と変わらないですから。あ、でもこれは好きになる理由がなんとなくわかりますね。すんごい濃いんだけど、それだけじゃない奥ゆかしさとかいうか、不思議な魅力があるラーメンですね。なかなかね、九州じゃやっぱどうしても豚骨ラーメンがもうまず第一なんで、なかなか流行らないとは思うんですけど、でもこれはこれで非常に美味しいですね。ご飯でも合う、うまいですね。で、豚行ってみましょうか、チャーシュー。あ、これは柔らかくて美味しい。結構染みてますね。